お客様。いらっしゃいませ。支配人、すみません、よろしいですか？あ？ホールのお客様が支配人とお話ししたいと言ってるんですが。どんな客や？どうも日本人じゃないようです。多分中国人の。背が低くて少しくたびれた感じの。支配人、いかがいたしましょう？すぐ行く。どこのテーブル？ご案内します。こちらへ。支配人、こちらのお客様です。お呼びでしょうか？私ね、支配人さん。ジャンバレーの闇市なんてやったんか。グランド、いいお店、全部支配人さんのおごりね。おい、ここはもうええ。俺がこのお客様の相手する。それとこちらの患者は俺持ちや。頼むで。かしこまりました。昼はすまんかったな。あんた怪我しとらんか？ああ、いいよ。もうこっちの方が人数多かったし。あなたほんと強いよ。李さんも顔負けねえ。おい、酔っ払う前に用件言えや。その李はどないした？ああ、そうそう、私李さんのお使いで来たよ。李さん、あまりこういう店で顔をさらしたくない。だから私伝言頼まれた。伝言？大丈夫、私まだ寄ってないよ。李の伝言はないや。ああ、あなたこれからすぐ店抜けられるか？なあ、なんで？お店出たらあなた自分の家に向かう。支配人さんの家ここから遠い？いや、蒼天堀沿いや。あ、ご都合ね。李さん、あなたが家に着いたらそこであなたに声かける。李さん、お店から出たあなたのことどこからか見てる。俺のねぐらを突き止めたいっちゅうわけ。私伝言伝えるだけ。よく知らないよ。そうか、わかった。あんたはこのまま好きなだけ飲んでいけ。本当？いいの？はあ、さすが太っ腹ね、支配人さん。私あなた大好きよ。マジマ、やっぱりや。どっかで見た顔や思とって。グランドの支配人マジマ五郎、ゆうべは世話になったな。ゆうべどちらさんでしたっけ？わしらんことはどうでもええんや。マコトちゃん、どこやった？あの女、どこ隠したんや！お前ら。女さらいに来た連中か。何や、そっちから顔出してくれたんか。
これ余裕かましよって何笑とんねん。なんであの子が狙われとんのか、これでやっとわかる思うてな。舐めとんのか。昨夜は油断したけどな、今日はそうもいかんで。もうわしらもなりふり構ってられんのや。国道を舐めとったらあかんでくれ。ごついね。なんなんやお前。逃げんな。俺に用があったんとちゃうか。くそ。こっちも聞きたいことがあるに。きっちり答えてもらおうか。店の前で何やってんだ。支配人。佐川。なんかトラブルか？らしくねえな。お前さんが店のすぐ近くで暴れるなんてよ。ん？別に何でもあらへんわ。なら店ほったらかしてどこへ行く気だ。牧村誠は見つかったのか？まだ。へえ。けど昨夜お前ねぐらに戻らなかったそうじゃねえか。でてっきり牧村を見つけたかと思ったんだがよ。今探しとる途中や。昨日の今日やで。まだ時間はあるやろ。まあな、見つかっちまえばあとは殺すだけだもんな。でも早いに越したことはねえ。ならもうええでか。無駄話しとる暇ないんで。無駄話ってことはねえだろ。こいつはほうれん草だ。報告、連絡、相談、上司と仕事する時のいろはだろ。ほうれん草。せやったら報告と連絡は以上ですよ。相談はねえのか。あんたに相談するくらいやったら電柱にでもしとくわ。はあ。あれから怪我の具合はどうや。ふん。お前痛み忘れるコツ知っとるか。ん？がむしゃらにやらなあかん仕事やることや。ヤクザから逃げ切らなわしらどこまでも追われるんやで。痛み感じとる暇ないわ。そうかもしれへんな。それよりお前ここどないなっとるんや。あ？何のことや。このアパートそこら中から見張られとるで。少なくとも4カ所から。よう気づいたな。お前誠のこと隠しとんのバレとんちゃうか。いや、ずっと前から監視されとるんや。
ここは俺の雇い主な。お前の店の周りもやで。分かっとる。他に蒼天堀からよそに出る道も全部や。俺は蒼天堀から出ることを許されとらん。連中が監視しとるんは俺をこの町に閉じ込めとくため。この町全体がお前の檻っちゅうことか。せや。どういうこっちゃ。俺はもともと東京のヤクザや。それが上に噛みついて下手打った。大阪で飼われとる今かていつ殺されてもおかしない。なるほど。まあ誰でも他人に縁裏持っとるもんや。けどせやったらここじゃゆっくり話せんな。場所変えよ。誠のおるとこで落ち合うで。一応誰にもつけられんようにええルート教えたる。誰にもつけられんルート。ああ、ほぐし会館の診察室の奥に隠し戸がある。いつもは棚で塞いどるけどな。そこから隣のビルに抜けられるんや。もし尾行されたとしてもその隠し戸使えば大抵の相手はお前を見失う。なんで店に隠し戸なんて仕込んどるん。せやから言うたやろ、誰にでも他人に言えん裏があるもんや。とにかく誠んとこ行くときは用心するんや。さっきグランドの前で絡まれとったやろ。お前の素性は昨夜誠さらに来たヤクザにも割れとる。どっから見られとるかわからんでいい。なあ、そしたらほぐし会館の隠し戸使えばええんやな。せや。そこを抜けたらあとはまっすぐ誠んとこ行け。そこでわしと合流や。ええな。分かった。しゃあねえな。もうえらい疲れたの。早いとこマッサージしてもろうて、バキバキになった体をほぐしてもらいたいわ。俺や、入るで。ん？お前んとこの店長もう来たんか。うん、今飲み物買いに行っててすぐ戻るって。その封筒は。知らない。あなたに見てもらえってリーさんが。
ういうこっちゃ。封筒、何が入ってたの？若い女の写真や。同じ女が何枚も隠し撮りされとる。リーさんがそんなものを。なんで？よう、早速見とるな。よう撮れてるやろ。リー、なんなんやこの写真。まあ待てや、言われんでもこれからじっくり説明したる。さあ飲めや。ありがとうリーさん。お前の分もあるで。リー、なんや考えがある言うてたんはこの写真のことか。大体この女誰や。結婚詐欺の常習犯や。それだけやない。こいつに貢いとった男が何人か不審死しとる。多分絞るだけ絞って縁切り代わりにやったんやろ。けどこの下道女のええとこは年頃と背格好やな。誠によう似とる。それがどないした。よう効く薬やで、ほんま。リ、お前何を。こっから先はこの子に聞かせる話とちゃうんでな。少し眠らしとく。あ？お前も殺し屋にしちゃ鈍いな。その写真の女はな、誠の身代わりや。身代わり？ええか、殺しの依頼した時その依頼主は何が欲しい。的を殺したっちゅう結果や。せや、結果や。殺した結果っちゅうのは死体。死体があれば雇い主は納得する。せやからその写真の女には誠の身代わりに死体になってもらうんや。なんやて。わしとお前でやる。死体にこの服着せてな。死体見つけた札は身元確認すんのにわしんとこ来るやろ。そしたらわしはこう答える。間違いありません、その死体はうちの従業員です、言うてな。青川、そんなん札が調べたらすぐバレるやろが。大丈夫や。女殺した後はその顔を誰かわからんようにしてしまえばええ。指紋も薬で焼いてるんや。お前は何なんや一体。本当のこと言えや。お前は何もんや。ただのハリシとちゃうやろ。なんとか言わんかい。わしも元はあんたと同じ殺し屋や。なんやと。大陸系の組織に雇われとった。最後に仕事したんは半年前や。半年前。確かあんたがこの子拾ったんもその頃や言うてたな。よう覚えとったの。せやけど考えてみ。組織に監禁されとる女がおったとして、どないしてわしがそれを拾えんねん。道端にでも落ちとるか。半年前、わしは組織に雇われて
韓国系の連中を襲撃した。女のしのぎめぐってごたついとったんや。そん時までにこっちも何人かやられとった。倉庫におったんは二人。そいつらを始末してみると、そこに半裸の女がぎょうさん監禁されとってな。鍵開けた途端みんな我先に逃げよった。けどそん中に一人だけ身動きできん子がおった。それが、ああ、まことや。この子は見えんめいでわしの手探してな、ぎゅっと握って離さんかった。泣きながらありがとうを繰り返して、わしはその小さい手どうにも話すことができんかった。あんたはそれ以来の親代わりっちゅうわけか。はい、せやけどわしも昔はほんまの娘持つ親やった。うん、小さい時から病気がちでな、薬の副作用で最後はよう目が見えんようになった。その仕草があん時の誠と重なり合うてもたんや。真島、わしはもう自分より先に娘行かせるわけにいかんねや。娘守るためやったら赤の他人なんぞいくらでもぶっ殺したる。それがええことやないことも分かってる。せやけどもう他に手はないんや。お前にも手貸してもらうで、マジマ。お前の雇い主に誠殺した報告してもらわなあかん。だ。はあ、極道舐めすぎや。そんな小細工すぐバレる。せやったら他にどんな手があるっちゅうねん、言うてみ。話はしまいや。俺はお前の計画には乗らん。そうやってまた逃げんのか。わしにはわかるで。お前が片目なくしてもたんも備えして逃げてきたからやろ。なんやと。なんやかや理由つけて己の手汚さんとずっと自分を正当化してきたんとちゃうか。けどお前も所詮元は極道やったんや。一度黒に染まったもんはどこまで行っても黒。せやったら腹決めて地獄落ちたらんかい。お前が俺の何を知っとるんや、ポケ。最後にもう一遍聞いとく。わしの話に乗る気はほんまにないんやな。ないな。そうか。そしたら黒に染まった門の流儀教えたるわ。どの道わしの計画知ったからには生きてここから出すわけにはいかん。死ねえや、真島。やるや。
ヤンキー。マジマ、ほんまに身代わり立てるしか手がないんや。この先誠を守りきるには誠の死体が必要や。このままやったらいつか誠んとこにお前以外の殺し屋が来る。それより前にお前もやられるで。なんでそれがわからんねや。それやったらそれで、俺が向かってくるも一人残らずぶっ殺したらば。なんやと。そんなできるわけや。確かに一度黒に染まったもんはどこまで行っても黒や。そっから抜けることはできんけどな、それでも噛みつく相手選ぶくらいはできる。それが俺の流儀や。おい、やめろや。風邪ひかんように見といたれや。あんたはその子の親代わりなんやろ。何しとんのや俺は。ああ、支配人、おはようございます。おう。先ほど支配人宛てに、ほぐし会館のリー様という方からお電話がございました。リーから？ご存知の方ですか？まあ、そいつ、なんて言うとった？それが、支配人にすぐそのほぐし会館に来ていただきたいとしかおっしゃらなくて。支配人？わかった。よう伝えてくれたな。いえ、それでは失礼いたします。ということで、年末の総点堀で起こった非常に奇妙な事件ですが、この事件については CM の後も引き続きお伝えしていきます。おお、マジマ。よう来た、待っとったで。傍聴まで、何興奮しとんねん。そら興奮するに決まっとるやろ。な、お前水臭いやないか。たった一人で。せやけどこれで一件落着や。ようやったで真島。何の話や。何って。お前やったやろ、あの写真の女。今日未明、
蒼天堀川で発見された若い女性の遺体は身につけていた衣類などから牧村誠さん20歳と見られます。遺体は損傷が激しく、大阪府警では牧村さんが何らかのトラブルに巻き込まれた殺人事件であると断定。捜査本部を設置し、何やこれは。おい、お前がやったんちゃうんか、あの写真の女を。俺はやっとらん。やるわけないやろ。せやけどお前、死体は昨日お前が持ってった誠の服着とったで。何やと。朝店にデカが来てな、身元確認や言うて死体の写真見せられたんや。顔は潰されとったが、服は間違いなくお前に渡したやつや。はい、ほぐし会館です。ああ、お前にや。変わったで、真島や。わしからのプレゼント受け取ってもらえたか。何の話や。決まっとるやろな、牧村誠の死体や。何やと。あの子はこれで死んだことになった。あんたの雇い主もこれで納得やな。あんたが消される心配はもうないっちゅうわけや。感謝してもらうな。お前何もいいや。目的は何や。取引したいんや、あんたと。何わけわからんこと。実は今な、あんたの店で飲ましてもろてんねん。お前グランドに。いやもうちょっと。ええ店やな、真島くん。わしここ気に入ったで。今から一緒に楽しもうやないか。あんたも早おいで。